どうもクロスロードラボです。今日はですねデュアーズ、こちらにずらっと並んでますけど、これは現在ですねレギュラーラインナップとして発売されている5本です。基本的にねこのノンエイジ12年なんてよくスーパーとかにね、売ってると思います。コンビニにも売ってたりしますよね。あとはその上に15年18年25年というふうにラインナップが分かれているんですけど、今日はですねこのデュアーズをハイボールで少し飲み比べていこうかなと思います。でうちの店はですね基本的に、この15年そして18年25年というふうに、店には置いてあったんですが、ノンエイジとかね12年は、撮影用ということで、店に置いてあります。その他にはですね去年視聴者の方からいただいたデュアーズの、ね、ホワイトラベルのスクラッチドカスクね、っていうのがあったりとか、これは並行輸入品ですね、1リッター。あとは去年発売したカリビアンスムースね、なかなか買えない方が多かったと思いますけど、これはねデュアーズの8年っていう数字がついています、でさらには、デュアーズのダブルダブル、結構話題になりましたね。有名な品評会で結構賞を取ってます。今年のワールドウイスキーアワードでも金賞を取ってましたね。この21年、この上にも年数表記がね28年とか32年とかあるんですけど、うちには21年だけがあります。こんな感じでデュアーズずらっと並びましたけど、今日はねレギュラーラインナップのこの5本だけをやっていこうと思います。でデュアーズのねちょっと成り立ちみたいな、動画はですね去年動画にしてますので、できればそちらの方も合わせてご覧になっていただけるとありがたいです。でデュアーズはですね基本的にはキーモルトと呼ばれる核になる、モルト原種ね、それが5種類入ってるというふうになっています。これをキーモルトというんですけど、それはシングルモルトでも発売してるんですけど、まずアバフェルディ、そしてクライゲラキ、そしてオルトモア、ロイヤルブラックラ、ザ・デベロン、この5種類が核となって、ブレンドされているんですけど、その他にも数十種類のねモルト原種、そしてグレーン原種も使われてるんですけど、ハマったらね後々はそのシングルモルトの方向に行ってみるとか、関連のあるものでこうどんどん広げていくっていうのは結構楽しいんじゃないかなと思いますね。それではですね、デュアーズのノンエイジから行ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。このデュアーズノンエイジはね安いですね、1000円未満で買える場合もありますし、1000円ちょっとですよね大体ね。ハイボールではおなじみというぐらい皆さんこうハイボールで飲まれる方多いんじゃないかなと思いますけど、僕は正直ねこのボトルデザインが結構好きで、以前も言いましたけど握りやすさね、あとはこのラベルデザイン、すごい好きですね。こちらをまず 30ml、 でここで一度混ぜます。ここで一回冷やしておくとね冷たいソーダを注いだ時に炭酸が抜けにくいですし、あとは、すごいキリッと冷えた状態でね飲むことができます。ぬるいとね炭酸までぬるくなっちゃいますからね、一気にね。で氷に当てないように注ぐと炭酸が抜けにくいという、どこででも言われてると思いますけどね、それではいただきます。結構ね梨っぽい、さっぱりとしたフルーティーさですね。少し蜂蜜感あるかな、久しぶりに飲みましたけどね、割とスモーキーですね。余韻にねしっかりとした煙たさが残ります。飲んだ瞬間はまだ熟してないような青っぽいこうフルーティーさが口全体に広がるんですけど、少しあと酸味ありますね。後半の方にはスモーキーさが抜けていくという感じです、美味しい。人によってはねこのスモーキーさがダメだっていう場合もありますね。まあ、炭酸で割ってますからネガティブなアルコール感とか感じにくいんですけど、僕はこのピュアーズホワイトラベルは結構ね、肉料理だったりとか濃いものと合わせるのがすごいいいんじゃないかなと、個人的には思います、はい、こちら実はね、1899年からある銘柄で、初代のねマスターブレンダーの AJ キャメロンさんっていう方が手掛けたものになります。もちろん100年以上変わってるんで当時のねブレンドとは違うと思いますけど、次いってみましょう。はい、次はデュアーズ12年です。12年になるとボトルがかなり高級感を帯びてきます。もう金文字がこう使われてたりとかね、あとはボトルの色がまず違いますよね。そしてガラスがねなんか少し厚くなったようななんとなく感じがしますけど、それは気のせいかな。だけどこっちの方が重いんですよ、うん、新品の状態で持ち比べても重いです。でここからコルクになります、早速飲んでいきましょう。ハイボール用のグラスはですねあらかじめ冷凍庫に入れておきました。冷凍庫に入れることによってですね、最初にグラスを冷やす手間がなくなるんですが、ご家庭でやる場合、は食材のね匂い移りする場合がありますので、そこはちょっとご注意ください。それだったら後から冷やした方がいいかなとは思いますね、氷でね。でご家庭でやる場合なんですけど、ウイスキーを冷凍庫に入れといてもいいですね。そうするとこの手間も省けます。あんまりこのコルクのね、ウイスキーは冷凍庫に入れるのを推奨はしてないんですが、個人的にはね、入れちゃっても特に問題はないかなとは思います、だいたい1対3で作ってます。ちなみにね、でここでこれぐらいいただきます。結構香ばしい香りしますね。デュアーズ12年はねストレートで飲むと結構蜂蜜の香りがね最初にくるんですけど、ハイボールにすると少しこうナッツみたいな香ばしい香りがしますね。こっちはね、思いっきり蜂蜜感ですね、飲むとね。これでね、少し柑橘感ありますけど、ハイボールの場合はちょっとクリーミーになって滑らかな蜂蜜感っていうのがあります。甘いです、結構、甘さあります。でね余韻にこの木の感じ少しだけ、そこまでこう強くない、ウッディーさがありますね。あとはねナッツの感じ、どっちかというとこれはアーモンドとかかな。アーモンドとかを食べた時の余韻に似てるような、ナッツの味わいが広がります。でこれノンエイジと、12年でどっちがいいですかって聞かれる場合あるんですけど、これはほんと好みがあって、少しスモーキーな方を好む場合はこっちの方がいいんじゃないかなと思います。そしてねじっくり1杯飲む場合は12年がいいかなと思いますね。こっちは本当にね食事抜きで飲んでも十分に飲み応えのある、1本なんじゃないかなと思いました。一応、公式ホームページにはですね12年以上熟成されたアバフェルディを中心とした40種類以上の原酒をブレンドしているということに、なっています、飲み応えがすごい。次です。次はね15年、デュアーズのラインナップとしてはなかなか新しいものになってるんですけど、こちらはね今のマスターブレンダー7代目マスターブレンダーになるんですが、ステファニー・マクラウドさんという女性の方なんですよね。そちらの方が、作り上げたブレンドになっていて、15年以上熟成されたアバフェルディなどを中心とした、40種類以上の原酒がブレンドされていて、一昨年もかな、ワールドウイスキーアワードとかの、有名品評会でね金賞を受賞したりしています、めちゃめちゃ人気がありますね最近は。こちらもコルクです。そしてこれ透明瓶になってますよね、なかなかこの急になんでこう透明瓶になったのかなと思うんですが、全体的にゴールドなラベル、ここもですね高級感がめちゃめちゃあります。僕はねこれデュアーズ15年を店でねメニューに載ってるんですけど、個人的に皆さんに飲んでいただきたいなと思って15年をね、はい、店に置いています。そして皆さん意外と気づいてない方多いんじゃないかなと思われるんですが、実はねデュアーズは15年から750ミリになります。はい、この上18年25年とね両方とも750ミリなんですけど、ノンエイジとそして12年は700ミリになっています。結構ね気づかないで買ってる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。どうでしょうか皆さん。アルコール度数はどれも変わらず 40% です。はい、それではいただきます。香り立ちは少し香ばしい感じですね。まあ、爽やかなフルーツ香っていう感じかな。どっちかというと青りんごとかそっちタイプですね。飲んでみましょう。味がしっかりしてます。ボディがね結構、15年になってくるとしっかりしてるので、バニラのね味わいっていうものが結構出てます。そしてねハイボールにしても口に残るビターさがあります。ストレートで飲むともうちょっとフレッシュな、青っぽいフルーツのイメージなんですけど、ハイボールにするとね途端にこうクリーミーで、バニラな感じになりますね。重すぎないんですけど余韻が結構ビターですね。それでいてボディが重めなのでさっぱりしてないというところで飲み応えは十分あるんじゃないかなと思います。こちらもね、この余韻のビターさが食事にすごい合うんじゃないかなと思いますね。ちょっとビターなねハイボールってやっぱり食事にすごい合うんですよね。特にこう濃いね味わいの食事とね、でもちょっとこのクリーミーさがもしかしたら邪魔するかも。でもやっぱりね味わいがしっかりしてるだけあって、この1対3でハイボールを作っても、このデュアーズ15年の味わいがねしっかり感じることができますね。負けない強さを持ってます。はい、次はデュアーズ18年です。瓶はねデュアーズ12年にこう通ずるものがありますけど、ここのねフォルムが少し膨らんでいてさらにこう高級感を増したような作りになっています。太さもねこのデュアーズ18年の方が太いんですよ。でこのキャップね、これコルクですけどこれ金属が使われています。だから、めちゃめちゃ重いんですよこれすごい、高級感がありますね。こちらはですね、公式の説明によるとジョン・デュアー社が所有する5つの蒸留所で作られたキーモルトの個性がバランスよく調和という風になっています。今まで使われていた40種類以上の原酒がっていう文言がねなくなっていますね。実際はどうなんでしょうね。こちらも 750ml 入っています。結構ここまで来ると酔っ払ってきました。個人的ないつも、お客様におすすめするときは、ストレートで飲むか、あとはロックね。ロックでもねすごい美味しいです。いただきます。甘さは控えめ、フルーティーさが強いですね。少しこう酸味のあるような香りですけど、18年はやっぱりね、ナッツのような香ばしさが最初にきますね。かなりね、バニラの感じが強いんですけど、なるほど、余韻はね結構こうりんごの、フルーティーさがさっと抜けていく感じ、で樽感ありますね結構ね、ウッディーさ、木の感じが、相当こう余韻に残ります。これが苦手って方も結構いらっしゃいますよね。だからハイボールにするとさっぱり飲めるノンエイジだったりとかの方がいいなーって方も結構話は聞きます。よりね、クリーミーさとあとは熟したフルーツ感っていうのが増してます、今まで飲んできたデュアーズよりはね、タイプが結構違うんですが、僕は結構この12年からアップグレードしたようなそういう味わいを感じます。美味しい。これは、一杯じっくり飲む感じですね。料理と合わせるとかじゃなくて、ハイボールでも一杯じっくり飲んで味わって飲む楽しさがあると思います。ちなみにこちらね、この18年は、去年このデュアーズを発売するバカルディジャパン様からね、お仕事をいただいた時に、皆さんがねたくさん投稿していただいたので、その投稿数がクリアしたということでいただいた18年です。ありがとうございます。こちら実はねプレゼント用に、数人の方にね発送しております。はい、次です。はい、最後はデュアーズ25年。はい、こちらもかなりキャップとかもねすごいずっしり重いです。これは、金属ですね。これもそしてまあデュアーズのこの18年とボトルの形は一緒なのかな。こっちの方がちょっとねごつい感じがしますけど、25年の方がね透明瓶なのでねちょっと目の錯覚なのかなとは思いますけど、とてもね高級感があります。はい、こちらは箱も豪華でねこういう感じ、ここにこうなってるんですよ。こうね、そしてちゃんとねここちゃんとカチッとはまるようになってるんですよ。なのでこうやってやっても落ちません。すごいですよねこれね。こうやって飾りたい人もいるんじゃないでしょうか。はい、こうやってね、これ実は18年も一緒です。はい、箱的にはもう18年と全く作りは一緒ですね。はい、このプリントが違うだけで、まあ、正直デュアーズ25年は価格的にも結構な値段がします。なので、なかなかこうハイボールにしようっていう方もいらっしゃらないと思いますけど、だからこそちょっと動画に残しておこうと思います。あんまりね僕もデュアーズ25年ハイボールで普段飲もうみたいな感じにはならないので、はい、それではいただきます。あ、少しはこうフローラルさがありますね、25年はね。プラスアルファ、フルーティーさとね蜂蜜のような香りを感じますが、まあちょっとハイボールにするとは感じにくいって方も結構いらっしゃると思いますので、そういう場合は飲みましょう。あー、こっちはさらにクリーミーさが増したっていう感じですね。18年の方がこうバニラ感とかは強かったんですが、こっちはですねクリーミーさがさらに増したっていう感じですね。ハイボールにしてもね味わいがかなりしっかり残ります。ほんとね細かい味わいが分かるっていうぐらい、ボディがねしっかりしてるんでしょうね。で18年よりは思ったほど、樽感、木の感じウッディーさがね、ないですね。要因にそんなに残んないかなと思います。なのでハイボールにするとですけどね、25年は、どっちかというとフルーティーさがしっかり抜けていく感じですね。最後までねクリーミーさと、フルーティーさ、ここですね。スモーキーさに関してはね、正直ハイボールにすると、ノンエイジが一番あったかなっていう感じですね。こちらの、デュアーズ25年もですね、現在の7代目マスターディスティラーのステファニー・マクラウドさんが、仕上げたブレンドということで、こちらの説明にはですね、25年以上熟成された希少な、40種類以上のモルトとグレーンウイスキーをブレンドというふうになってるんですね。なので18年の時は40種類以上という言葉がねなかったので、そことの違いは何なのかなとは思いますが、まあ、デュアーズは基本的に40種類以上のね、原酒をブレンドしていると思った方がいいんじゃないかなと思いますけどね。この25年でちょっとね特殊なのは、まあ、キーモルトでよく使われるこのロイヤルブラックだね。はい、さっきもちょっとキーモルトのところで紹介しましたけど、そのロイヤルブラックラの樽で硬熟してるとのことなんですよ。なのでここにねロイヤルブラックラって書いてあるんですね。でもですよ、ロイヤルブラックラの何の樽で硬熟してるのかはちょっと分かりません。はい、こちらね飲んでみて気づいたのは、18年25年とね、アップグレードっていう考え方ではなく、18年そして25年っていうね、違う個性がありますので、それぞれで好みが相当変わってくると思います。すごい大きく大まかに分けるとですね、この12年18年15年25年っていうね、こういう感じに分けた方がいいんじゃないかなと、なんとなく、はい、ハイボールを飲んだ感じだと思います。あくまでこれハイボールを飲んだ感じですからね、ストレートを飲んだ場合とはまた違うと思います。ぜひね、デュアーズを買う時の参考にしていただけたらなと思うんですが、まあ、25年とか18年とかは結構バーにもね置いてあると思いますので、1本買うのはちょっとなーって方はぜひ、外で飲むか、あとは量り売りで買ってみるか、はい、試してみてもらいたいと思います。はい、お疲れ様でした。結構ね飲みましたね。結構酔っ払ってます。はい、正直ね、Amazon を見るとですね、Amazon 限定のグラス付きだったりとか、あとはね、桜のシロップ漬け付きとかね、最近は結構売ってるんですよね。あとは去年紹介した信楽焼ね、信楽焼の小鉢がついたものがあったりとか、結構ねお得だと思うんですよね。去年出てたカトラリーセットなんて僕はすごいいいなと思ったんですけど、下の概要欄にね貼っときますので、ぜひチェックしてみてください。はい、そんな感じで、バランタイン、デュアーズ、ジョニー・ウォーカー、シーバス・リーガルみたいなね、そういうこうレギュラーラインナップが多いような銘柄を掘り下げていくっていうのも楽しいと思いますので、ブレンデッドウイスキーを掘り下げていったらシングルモルトに行き着いて、シングルモルトをさらに掘り下げていったっていうのもすごいね、家系図をたどっていくような楽しさみたいなものがありますので、興味ある方はぜひやってみてください。それではチャンネル登録、Twitter フォロー、インスタのフォロー、サブチャンネルの登録をよろしくお願いします。クロスロードラボでした。バイバイ。